トロリーバス、トロリーバスとは道路上空に張られた河川、各電車線から取った電気を動力として走るバスを指す。トロリーとは終電装置のこと。外観も操縦法もバスに近い。無機乗電車とも言い,い、略してトロバスとも呼ばれる。トロリーバスは路面電車とバスの長所を持った交通機関で排気ガスを出さない。 軌道を不施する必要がない、などの長所を持つ。しかし、稀に、トロリーポール、終電装置が、河川から外れるトラブルが起こる。河川が分岐、交差する箇所ではトラブルが起こりやすく、その手前では減速する必要があり、後続車列で十分な車間距離が保たれていないと、交通渋滞を招く。現在は、自動車交通量の増加に加え、 性能が良いディーゼルエンジンやハイブリッド方式の大型路線バスの出現とともに廃止が進むおり、日本では市街地を走るトロリーバス路線はすべて廃止されている。しかし、道幅が広く、車が比較的少ない社会主義国、旧社会主義国の都市には今も多く残されている。また、カナダなどの水力発電による豊富で安価な電力が、 安定して供給される地域でも利用されている。給電用の河川が張れない場所で走行するための消排気量の補助エンジンを持つものもある。このエンジンは発電用ではなく、車両を直接推進するために用いられ、日本でもかつてトエートロリーバスで電化された鉄道の踏切を渡るために使用するものがあった。最近ではディーゼル発電機を搭載したハイブリッド方式や、 蓄電池を搭載した車両が開発され、河川がない道路でより長距離を走行できるようなものもある。中国北京市では、湾風鎮の繁華街の景観対策や長安街の横断対策、建国記念日である、国慶節や節目の年には大規模な軍事パレードがある、ため、河川を張ることができないに利用されている。道路上の河川、トロリーワイヤーイコールトロリーワイヤーから竿上の 終電装置、トロリーポールイコールトロリーポールを用いて終電して、電動機を回し、動力とする。このトロリーから給電を受け走ることから、トロリーバスと呼ばれる。トロリーポール先端部の架線と接触する部分は、ごく初期においては、路面電車と同様な貸車、トロリーホイールイコールトロリーホイールが用いられたが、トロリーバスは、道路状況によっては、 河川の直下を大きく外れて走る必要があるため、滑車では河川との角度が大きくなった場合の追従性が不十分であり、U 字断面で自由に回転できるスライダー、スリータ式が開発され、普及した。タイヤは普通の自動車と同じゴムタイヤである。外観も屋根状のトロリーポール以外は普通のバスとほぼ同じだが、動力源や主制御器は電車に等しい。ただ、 普通の電車と違って線路にアースさせることができないため、河川はの2本で2本のトロリーポールをそれぞれ平行する河川に当てている。トロリーポールと河川のそれぞれの合成やトロリーポールの遠心力の問題からカーブを曲がる時などに速度を出しすぎたり、急カーブを切ろうとするとしばしばトロリーポールが河川から外れてしまうことがあり、その場合は一旦車両を停止させ、 乗務員、運転士や車掌が、車両の後ろに回り、トロリーポールのケーブルを引っ張って、架線にトロリーポールを掛け直す必要がある。架線を外れたポールが跳ね上がって釣り線、スパンワイヤーを切断することを防止するため、離線時のポールの上昇を防止するキャッチャーや、ゼンマイバネの働きで引き紐を巻き取り、ポールを加工させるリトリーバー、レトリーバーが、車体後部に設けられている。 また、離線をしなかった場合でも、車線を間違えた場合や、わずかなトロリーポールの揺れ等で行くべき方向と異なる、側の下線につながってしまった場合も、手動でトロリーポールを下ろして、正規の下線につなぎ戻す必要がある。なお、前述の理由で、離線した時に安全で、交通の妨げにならない場所まで車両を移動するとき、部分的に下線を取り付けることのできない区間。 鉄道の化格間にある踏切などを走行するとき、道路工事、事故、火災、災害などで、本来の路線の道路が通行止めになった際、一時的に路線外の道路を使用して迂回するときなどのため、補助エンジンやバッテリーを搭載している車両が主流に行っている。また、かつては車体の絶縁が不十分であったことから、しばしば漏電を起こして、 乗客や運転士が感電することもあった。鉄道における機動車に対する電車の優位性と共通する点が多い。河川に関わる県が多い。1882年4月29日にドイツのベルナー・フォンジー・イーメンスがベルリンで540メートルの区間で運行を開始したのが世界初のトロリーバスとされるエレクトロ元の試験運行。 解放式馬車をそのまま用いた形態となっていた。この実験は同年6月13日まで続けられた。この実験の後、ヨーロッパ各地で実験が行われ、アメリカ合衆国などにも伝わった。1900年代初めには、フランスのリヨンでトロリーポールを使用したトロリーバスが営業を開始した。その後各国で実用化された。この時は、 路面電車車に準じたた体スタイルであったドイツはトロリーバスの発祥の国でありポツダムなどでは都市交通として活躍している。イギリスではかつてはロンドン市内にも2階建てトロリーバスが見られた。イギリスのトロリーバスは2階建て使用者が多いのが特徴であった。しかし都市交通でのトロリーバスは全廃している。アメリカ国内には 観光地を中心にトロリーバス、またはトロリと称するバスが多く運行されているが、これらはレトロ調の車体を使用したディーゼルエンジン、またはガソリンエンジンの通常の場である。また、これらの都市での営業運転だけでなく、などのように旧型のトロリーバスの胴体保存に取り組んでいる団体もある。ロシアの首都モスクワは、 路線延長 1251km、保有車両1851両で、年間6億5000万人を輸送する、世界最大のトロリーバス都市である。旧ソビエト連邦などでは、貨物運送目的のトロリートラックが採用されている、例がある。日本においては、1928年、昭和3年に、阪神急行電鉄、現、阪急電鉄花屋敷駅、 現在は、ひばりが丘駅と統合されて、ひばりが丘花屋敷駅と、新花屋敷、現在の川西万岸寺町あたりの間 1.3km を結ぶ区間で運行を開始した、日本無機動電車が、初とされる。当時この付近では、温泉が湧いており、それを開発した、温泉宿、遊園地へのアクセス路線として、当時のバス、ガソリンエンジンでは、 途半不可能な急勾配を超えるためのものだった。しかし営業は思わしくなく、開業わずか4年で廃線となった。都市交通機関として初めて開業したのは、1932年の京都市電気局、あと京都市交通局である。その後しばらくこの路線が日本唯一のトロリーバス路線となったが、戦後になっていくつかの大都市にトロリーバス路線が開業した。 その背景には、当時の来年期間バスは、大型化には対応していたが、依然として、出力性能が低く、頻繁な整備が必要な上、騒音や振動にも改善の必要がある状況であったことから、電車の技術を応用して、車体の大型化に対応できるトロリーバスに期待が集まったことと、路面電車に比べて建設費が1、3で済むことなどがあったとされる。 しかし河川下においてしか走れないため、道路交通量の増加とともに走行に困難を来たすようになり、また、性能の良いエンジンを持った大型のバスの開発が進んだことなどから順次廃止されていった。都市トロリーバスで最後に廃止されたのは、横浜市交通局のもので1972年のことである。なお、横浜市のそれは開業も1959年で、 これも、また都市交通においては、日本最後のものであった。なお、横浜市のものは最後まで、黒字運営であったが、他都市のほとんどのトロリーバスが廃止され、車両部品の調達や、施設関係の維持及び費用に困難をきたすことが、予測されたため、廃止となった。一方、1964年には、関西電力が、黒部強国、富山県に建設した関電トンネルで、 関電トンネルトロリーバス、黒部ラム駅大木沢駅の運行を開始。日本から都市交通としてのトロリーバスが消滅した後も、運行を継続し、長きにわたり、日本唯一のトロリーバスとして知られた。そして1996年には、関電トンネルトロリーバスと同じく、立山黒部アペンルートを構成する立山、黒部観光が、それまでのディーゼルバスから転換し、 立山トンネルトロリーバス、室戸駅、大観方駅の運行を開始した。これは道路線の全区間がトンネルであるため換気に困難を伴うことと周辺が国立公園内であることによる自然環境への配慮から関電トンネルトロリーバスに倣って排気ガスを出さないトロリースに置き換えられたものである。なお、 関連トンネルトロリーバスは2018年11月30日にて運行を終了し、電気バスに置き換えられ、これ以後は立山トンネルトロリーバスが日本における唯一のトリーバスとなる。日本の法令上は無機動電車とされ、鉄道として扱われている。かつては無機動電車と呼ばれていたが、無機動には、 上記を一したという意味もり悪い印象を与えるとして、無機上電車に改められた。1947年、昭和22年以降無機上電車という鉄道に分類され、軌動法、または鉄道事業法が適用される。無機上電車運転規則のほか、市街地などの一般行動を走行する場合は、路面電車と同様道路交通法に則っ,って運行される。 運転士は大型2種免許に加え、動力車操縦者運転免許、無機上電車運転免許も取得しなければならない。大型2種運転免許を保持している者に対しては、無機上電車運転免許の技能試験以外の試験が免除される。かつては未すべてが免除されたが、2009年、平成21年の省令改正により技能試験は免除対象外となった。 なお2001年に開業したバス車両を利用した、案内機場式鉄道、ガイドウェイバスである、名古屋井戸ウェイバスも、電気車ではないが、放棄場はこれらに分類されている。上機に路線とも、立山黒部アルペンルート内の路線である。競技のトロリーバス、無機場電車は、以上の2路線となるが、雲前ゴルフ場、長崎県雲前市、名古パイナップルパーク、沖縄県名古市の、 パイナップル号、フルート島オーシャンタワー、沖縄県泣き神村、フルート島の電動カート、トマイパリ、宮古島熱帯果樹園、沖縄県宮古島市のトロピカルガイドツアーは、自動操縦ゴルフカートの一種、電自由カートではあるが、原理的にはトロリーバスに近い。他にも、熊本市で計画された。現在は、バス低層化が進んでおり、 シリスバス社のクライスタリスなどのように、インホイールモーターを用いた、ノンステップ車が開発されている。また、景観上の問題その他で架線の張れない、区間用に、新しいデュアルモード車も開発されている。ディーゼル発電機を搭載したトロリー給電との、ハイブリッド型やバッテリー技術の向上による蓄地を搭載した車両が開発され、架線のない道路でより長距離を走行できるようになった。 ディーゼル発電機を搭載したハイブリッドトロリーバスはニュージーランドやアメリカボストンのシルバーラインで採用されているネオプラン社製のものや主にフランスで採用されているイリスバス社製のクライスタリスがある。中国ではバス停に併設された給電機場にパンタグラフを押し付けてバス停で電池に充電する車両が実用化されている。イタリアでは一時期磁力ピックアップ方式による 路面給電式のトロリーバスが試験運転されたが、こちらは成績が芳しくなく本格採用には至っていない。ローマのトロリーバスは、終端のテルミニ駅付近の往復 3km に、河川が張られておらず、バッテリーで走行している。もう一つの技術革新は、ハンドル操作が不要のガイドウェイ技術の導入である。ドイツで一時期運行されていたローラー式に代わって、 21世紀初頭には、非接触のガイドウェイ式トロリーバスが試されている。代表的なものは、光学式と磁力式である。光学式は地面にペイントされた白線をカメラで読み取って操舵するものである。磁力式は地面に埋め込んだ磁石を頼りに操舵するものである。前者はイリースバスのなど、後者はオランダので採用されている。シビス・フィリアスともに、 電気駆動のハイブリッドバスとして設計されおり、トロリー給電のほか、ディーゼル発電のバスとして走行することも可能である。なお、シビスはディーゼル発電のみのバス仕様のものしか採用されていない。フランスのランシーでは、ボンバルディアトランスポーテーションが開発した TVR というシステムのゴムタイヤドラムが採用されている。これは1本の案内レールに沿ってゴムタイヤで走行する。 路面電車に近いものだが、一部区間は案内レールが、なくトロリーバスのような走行をしている。ただし、案内レールへの接続トラブルが頻発したため、TVR は、ナンシーとカーンの二都市のみの採用に止まっている。また、ガイドレールのカーブ区間で脱輪する事故が相次ぐなど、高速走行ができないという欠点も指摘されている。また、近年普及している。 ハイブリッドバスの技術開発はトロリーバスにも大きな影響を与えているが、特にトロリーバスへのディーゼル発電機やバッテリーの搭載は、ハイブリッドバスや非接触充電式のバッテリーのみで走行するバスに比べ、頻繁なミツる放電による電池の劣化が少なく、電池交換のコストが低い点で評価できる。東南アジアでは唯一シンガポールで運行されていたが、 1962年に廃止された。韓国には競技のトロリーバスはないが、ソウル近郊のソウル大公園に走行中に外部から給電するという点で、トリーバスと類似するオンライン電気自動車の増列車が運行されている。アジア太平洋では競技のトロリーバスが廃止傾向にある。その一方で、編集にあたる電磁走行カートや、 オンライン電気自動車の運行が始まっている。なお、中国では、トロリーバスのことを、無機電車、または単に、電車という。北朝鮮の標準語、文化語では、無機動電車、ムグエドジョンチャ、マグウィードジョンカという、韓国側では、トロリーバス、トロリボス、タラリーベオセウ。ロシア国内ではこの他の多くの都市でもトロリーバスが、運行されている。 スイス国内ではこの他の都市でもトロリーバスが運行されている。など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 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。